朗読舞踏会芥川龍之介作明治19年11月3日の夜であった。当時17歳だった某家の令嬢明子は頭のはげた父親と一緒に今夜の舞踏会が催されるべき鹿鳴館の階段を上っていった。明るいガスの光に照らされた幅の広い階段の両側には、ほとんど人工に近い大輪の菊の花が、三重の間が木を作っていた。菊は一番奥のが薄紅、中ほどのが濃い黄色、一番前のが真っ白な花びらを、ふさのごとく乱しているのであった。そうしてその菊の間が木の、尽きるあたり、階段の上の舞踏室からは、もう陽気な管弦楽の音が、抑えがたい幸福の吐息のように、休みなく溢れてくるのであった。明子は、つとにフランス語と舞踏との教育を受けていた。が、正式の舞踏会に臨むのは、今夜がまだ生まれて初めてであった。だから彼女は、馬車の中でも折々話しかける父親に上の空の返事ばかり与えていた。それほど彼女の胸の中は愉快なる不安とでも形容すべき一種の落ち着かない心持ちが根を張っていたのであった。彼女は馬車が鹿鳴館の前に止まるまで何度苛立たしい目を上げて窓の外に流れていく東京の街の乏しい灯火を見つめたことだか知らなかった。が、鹿鳴館の中へ入ると、間もなく彼女はその不安を忘れるような事件に遭遇した。というは、階段のちょうど中ほどまで来かかったとき、二人は一足先に登っていく信濃代官に追いついた。すると代官は肥満した体を開いて二人を先へ通らせながら呆れたような視線を明子へ投げた。初々しいバラ色の舞踏服、品よく首へかけた水色のリボン、それから濃い髪に匂っているたった一輪のバラの花。実際その世の明子の姿はこの長い弁髪を垂れた信濃代官の目を驚かすべく、開花の日本の少女の美を遺憾なく備えていたのであった。と思うと、また階段を急ぎ足に降りてきた若い塩ビ服の日本人も、途中で二人にすれ違いながら、反射的にちょいと振り返って、やはり呆れたような一別を明子の後ろ姿に浴びせかけた。それから、なぜか思いついたように白いネクタイへ手をやってみてまた菊の中を忙しく玄関の方へ降りていった。二人が階段を上りきると二階の舞踏室の入り口には半白の頬ひげを蓄えた主人役の伯爵が巨漢にいくつかの勲章を帯びてルイ十五世式の装いを凝らした年上の伯爵夫人と一緒に応用に客を迎えていた。明子はこの伯爵でさえ彼女の姿を見た時にはその老獪らしい顔のどこかに一瞬間無邪気な狂胆の色が去来したのを見逃さなかった。人の良い明子の父親は嬉しそうな微笑を浮かべながら伯爵とその夫人とへ手短に娘を紹介した。彼女は羞恥と得意とを変わる変わる味わった。が、そのいとまにも、健高な伯爵夫人の顔立ちに一点下品な気があるのを感づくだけの余裕があった。舞踏室の中にも至るところに菊の花が美しく咲き乱れていた。そうしてまた至るところに相手を待っている夫人たちの
レースや花や象牙の扇が爽やかな香水の匂いの中に音のない波のごとく動いていた。アキコはすぐに父親と別れて、そのきらびやかな婦人たちのある一団と一緒になった。それは皆同じような水色やバラ色の舞踏服を着た同年配らしい少女であった。彼らは彼女を迎えると小鳥のように定めき立って口々に今夜の彼女の姿が美しいことを褒め立てたりした。が、彼女がその仲間へ入るや否や、見知らないフランスの海軍将校がどこからか静かに歩み寄った。そうして両腕を垂れたまま丁寧に日本風の会釈をした。アキコはかすかながら血の色が頬に昇ってくるのを意識した。しかしその会釈が何を意味するかは問うまでもなく明らかだった。だから彼女は手にしていた扇を預かってもらうべく、隣に立っている水色の舞踏服の礼状を振り返った。と同時に意外にも、そのフランスの海軍将校は、ちらりと頬に微笑の影を浮かべながら、異様なアクセントを帯びた日本語で、はっきり彼女にこう言った。一緒に踊ってはくださいませんか。まもなくアキコは、そのフランスの海軍将校と、美しく青きダニューブのバルスを踊っていた。相手の将校は、頬の日に焼けた目鼻立ちの鮮やかな濃い口ひげのある男であった。彼女はその相手の軍服の左の肩に長い手袋をはめた手を預くべく、あまりに背が低かった。が、離れている海軍将校は巧みに彼女をあしらって軽々と群衆の中を舞い歩いた。そうして時々彼女の耳に愛想の良いフランス語のお世辞さえも囁いた。彼女はその優しい言葉に恥ずかしそうな微笑を報いながら、時々彼らが踊っている舞踏室の周囲へ目を投げた。皇室の御紋章を染め抜いた紫一里面の幔幕や、爪を張った僧侶が身をうねらせている信濃国旗の下には、花瓶花瓶の菊の花が、あるいは軽快な銀色を、あるいは陰鬱な金色を、人波の間にちらつかせていた。しかもその人波は、シャンパニエのように湧き立ってくる華々しいドイツ管弦楽の旋律の風にあおられて、しばらくも目まぐるしい動揺をやめなかった。アキコはやはり踊っている友達の一人と目を合わすと、互いに愉快そうなうなずきをせわしい中に送り合った。が、その瞬間にはもう違った踊り手がまるで大きな蛾を狂うようにどこからかそこへ現れていた。しかしアキコはその間にも相手のフランスの海軍将校の目が彼女の一挙一動に注意しているのを知っていた。それは全くこの日本に慣れない外国人がいかに彼女の快活な舞踏ぶりに興味があったかを語るものであった。こんな美しい霊場もやはり紙と竹との家の中に人形のごとく住んでいるのであろうか。そうして細い金属の端で青い花の書いてある手のひらほどの茶碗から米粒を挟んで食べているのであろうか。彼の目の中にはこういう疑問が何度も人懐かしい微笑とともに往来するようであった。アキコにはそれがおかしくもあれば、同時にまた誇らしくもあった。
だから彼女の華奢なバラ色の踊り靴は、物珍しそうな相手の視線が折々足元へ落ちるたびに、一層身軽く滑らかな床の上を滑っていくのであった。が、やがて相手の将校は、この子猫のような霊状の疲れたらしいのに気がついたと見えて、いたわるように顔を覗き込みながら、もっと続けて踊りましょうか。のんめるしー。あきこは息を弾ませながら、今度ははっきりとこう答えた。すると、そのフランスの海軍将校は、また、バルスの歩みを続けながら、前後左右に動いているレースのや花の波を縫って、壁際の花瓶の菊の方へ、悠々と彼女を連れて行った。そうして最後の一回転の後、そこにあった椅子の上へ、鮮やかに彼女をかけさせると、自分は一旦、軍服の胸を張って、それからまた、前のように、うやうやしく日本風の会釈をした。その後また、ポルカやマズルカを踊ってから、アキコは、このフランスの海軍将校と腕を組んで、白と黄と薄紅と三重の菊の間垣の間を、開花の広い部屋へ降りていった。ここには、塩ビ服や白い肩がしっきりなく去来する中に、銀やガラスの食器類に覆われたいくつかの食卓が、あるいは肉と小炉との山を盛り上げたり、あるいはサンドイッチとアイスクリームとの塔をそば立てたり、あるいはまた、ザクロとイチジクとの三角塔を築いたりしていた。ことに菊の花がうずめ残した部屋の一方の壁上には、巧みな人工のブドウズルが青々と絡みついている美しい金色の格子があった。そうしてそのブドウの葉の間には、蜂の巣のようなブドウの房が、るいるいと紫に下がっていた。アキコはその金色の格子の前に、頭のはげた彼女の父親が同年配の紳士と並んで葉巻をくわえているのに会った。父親はアキコの姿を見ると満足そうにちょいとうなずいたが、それぎり連れの方を向いてまた葉巻をくゆらせ始めた。フランスの海軍将校は、アキコと食卓の一つへ行って、一緒にアイスクリームのさじを取った。彼女はそのまま、相手の目が、折々彼女の手や髪や水色のリボンをかけた頭へ、注がれているのに気がついた。それはもちろん、彼女にとって、不快なことでも何でもなかった。が、ある刹那には、女らしい疑いもひらめかずにはいられなかった。そこで、黒いビロードの胸に赤い椿の花をつけた。ドイツ人らしい若い女が二人の傍らを通ったとき、彼女はその疑いをほのめかせるために、こういう簡単な言葉を発明した。西洋の女の方は本当にお美しゅうございますこと。海軍将校はこの言葉を聞くと思いのほか真面目に首を振った。日本の女の方も美しいです。ことにあなたなぞは。そんなことはございませんわ。いえ、お世辞ではありません。そのまますぐにパリの舞踏会へも出られます。そうしたらみんなが驚くでしょう。ワットーの絵の中のお姫様のようですから。アキコはワットーを知らなかった。だから海軍将校の言葉が呼び起こした美しい過去の幻も、この暗い森の噴水とすがれてゆくバラとの幻も、
一瞬の後には名残なく消え失せてしまわなければならなかった。が、人一倍感じの鋭い彼女は、アイスクリームのさじを動かしながら、わずかにもう一つ残っている話題にすがることを忘れなかった。私もパリの舞踏会へ参ってみとうございますわ。いえ、パリの舞踏会も全くこれと同じことです。海軍将校はこう言いながら、二人の食卓を巡っている人並みと菊の花とを見回したが、たちまち皮肉な微笑の波が瞳の底に動いたと思うと、アイスクリームのさじを止めて、パリばかりではありません。舞踏会はどこでも同じことです。と、半ば独り言のように付け加えた。一時間の後、アキコとフランスの海軍将校とは、やはり腕を組んだまま、大勢の日本人や外国人と一緒に、舞踏室の外にある星月夜の露台に佇んでいた。欄干一つ隔てた露台の向こうには、広い庭園をうずめた針葉樹がひっそりと枝を交わし合って、その梢に点々と、ほおずき提灯の火を透かしていた。しかも、冷ややかな空気の底には、下の庭園から登ってくる、苔の匂いや落ち葉の匂いが、かすかに寂しい秋の呼吸を漂わせているようであった。が、すぐに後ろの舞踏室では、やはり、レースや花の波が、中緑菊を染め抜いた紫縮綿の幕の下に、休みない動揺を続けていた。そうしてまた調子の高い管弦楽のつむじ風が相変わらずその人間の海の上へ容赦もなく鞭を加えていた。もちろんこの露台の上からも絶えず賑やかな話し声や笑い声が嫌気を譲っていた。まして暗い針葉樹の空に美しい花火が上がるときにはほとんど人どよめきにも近い音が一同の口から漏れたこともあった。その中に混じって立っていた秋子もそこにいた恋の霊嬢たちとはさっきから気軽な雑談を交換していた。が、やがて気がついてみるとあのフランスの海軍将校は秋子に腕を貸したまま庭園の上の星月夜へ黙念と目を注いでいた。彼女にはそれがなんとなく郷愁でも感じているように見えた。そこで秋子は彼の顔をそっと下から覗き込んで、お国のことを思っていらっしゃるのでしょう、と半ば甘えるように尋ねてみた。すると海軍将校は相変わらず微笑を含んだ目で、静かに秋子の方へ振り返った。そうして、ノンと答える代わりに、子供のように首を振ってみせた。でも何か考えていらっしゃるようでございますわ。なんだか当ててごらんなさい。その時露台に集まっていた人々の間には、またひとしきり風のようなざわめく音が起こり出した。秋子と海軍将校とは言い合わせたように話をやめて、庭園の針葉樹を圧している夜空の方へ目をやった。そこにはちょうど赤と青との花火が、雲出に闇を弾きながら、まさに消えようとするところであった。秋子にはなぜかその花火が、ほとんど悲しい気を起こさせるほど、それほど美しく思われた。私は花火のことを考えていたのです。我々の美意のような花火のことを。しばらくしてフランスの海軍将校は、優しく秋子の顔を見下ろしながら、教えるような調子でこう言った。大正七年の秋であった。当時秋子は鎌倉の別荘へ行く途中、
一面識のある青年の小説家と偶然汽車の中で一緒になった。青年はその時、阿弥陀の上に鎌倉の知人へ送るべき菊の花束を載せておいた。すると当時の秋子、今の越智老夫人は菊の花を見るたびに思い出す話があると言って、詳しく彼に鹿鳴館の舞踏会の思い出を話して聞かせた。青年はこの人自身の口からこういう思い出を聞くことに多大の興味を感じずにはいられなかった。その話が終わった時、青年は越智老夫人に何気なくこういう質問をした。奥様はそのフランスの海軍将校の名をご存知ではございませんか？すると越智老夫人は思いがけない返事をした。存じておりますとも、ジュリアン・ビオとおっしゃる方でございました。では、ロッティだったのでございますね。あのお菊夫人を書いたピエール・ロッティだったのでございますね。青年は愉快な興奮を感じたが、越智老夫人は不思議そうに青年の顔を見ながら何度もこうつぶやくばかりであった。いえ、ロッティとおっしゃる方ではございませんよ。ジュリアン・ビオとおっしゃる方でございますよ。